今はこんな感じでこの板の端っこが来るラインを書いてます。でこのライン上に 2,3 ミリ前後ぐらいのところに釘が刺さるので、そこを避けたところに加強ポリエチレン管を埋め込んでいきます。今こんな風に加強ポリエチレン管が埋まってます。で床板がこういう風に来るんですけど、このあったかい加強ポリエチレン管の熱がここに隙間があると床板に届かないんですね。床板の裏に熱源が直に触れてないと床板がいつまでもあったかくならないということで、僕たちがやったのがここにセメントを埋めるということでした。これでセメントがこのように温まり、そしてここの面が温まってじわじわと熱がこう上がっていくという構造になるのではないかなと思ってセメントを埋めました。ここでちょっと補足です。僕たちは今回セメントを埋めたんですけど、本当はですね、正しいやり方っていうのがあって、このようにチューブと断熱材の間にアルミシートを入れます。このグレーのラインがアルミシートと思ってください。アルミは熱を伝えやすいので、このチューブから取り出した熱がこう広がります。このように広がります。はい、こうすることでより広い面積の床板を温めることができるみたいです。セメントよりはアルミの方が良かったかなと思いました。これはちょっと失敗したところです。